こんにちは、ジョージ石原です。今回は先日息子とミニ四駆行った時の、お話をしたいと思います。はい、実はですね、私ミニ四駆を、2つ持ってます。1つはマックスブレーカーブラックスペシャルっていうのと、こちらですね、ファントムブレードブラックスペシャルですね。はい、この2つを、持ってます。子供がおもちゃ屋行った時に欲しいって言ったんで、一緒に買ったんですが、こちらになります。でこれを、先日箸合わせに行ってきました。はい、近くの量販店で無料で開放しているちょっとサーキットができたんで、それでちょっと興味持ったんですが、息子はですね結構最初だけ喜んでました。はい、今回はこのカシオのエクシリムというコンデジを使って撮影してみました。はい、このコンデジは結構ハイスピード撮影ができて結構面白かったんです。ではご覧ください。こちらのコースは今まで2回ほど走らせに行ったことあるんですが、どうも定期的にコースレイアウト変わってるみたいなんです。はい、まあ、私たち以外に家族連れの方が一組来ていらっしゃいましたですね。親子で走らせてました。結構親子で走らせる人結構多いのかもしれませんね。で私もそれが結構狙いで買った部分もあったんですがやっぱ息子と遊ぶ時に2人が夢中になれるものっていうのがちょっといいのかなと思って。はい、ただですね息子はどうも最初だけでしたね。やっぱミニ四駆ってやっぱ走くるくる回ってるだけって言えば回ってるだけじゃないですか。小さいお子様はちょっとね飽きちゃうんでしょうね。はい、私もですねこのカメラで撮影する楽しみっていうのでがあるんでいいんですけど、確かに走らせてるだけだったらあんまりあれなのかもしれないですけどね。はい、親子でできるっていうのはこれちょっといいなと思いましたね。はい、であとジャンプ台がこうあったんですけど、ジャンプ台っていうんですか、あれジャンプ台結構面白いですね。ポンとこうね跳ねるのがね、またこれちょっとハイスピード撮影で撮ったりしたんで、それもちょっとご覧ください。結構跳ねてるんですよねあれ。はい、でスピードが速いんで最初は飛んじゃうんじゃないかなと思ったんですけど、今ぐらいのそのスピードだったら問題なさそうですね。走らせてるミニ四駆っていうのは一切改造はしていません。もうそのまんまです。ノーマルっていうか組み上げただけです。はい、で私ちょっと気になるのがミニ四駆のモーターはね結構持ってるんですよね。なんでちょっとモーター交換したいなと思うんですが、やっぱそれしちゃうと結構コースアウトっていうか多分するんですかね。ちょっと詳しく分かんないんですけど、早くするとどうもコースアウトとか、でもコースはでもコースアウトしにくそうなんですけどね。モーター交換とあとできるだけ外見とかはあんま触りたくないので、できればモーター交換だけでなんかいいのないかなと思いまして。でどうですかね、どんなモーターつけたらいいと思いますか。はい、もう私ちょっと本当素人なんで、私はとりあえずモーター交換してもう早いのとにかくつけてみようかなと思ってます。はい、ちょっとつけてみたいなと思ってるモーターはプラズマダッシュモーターとかウルトラダッシュモーターとかあそこら辺つけたらどうなるんだろうかな、見事に飛んでくれるのかなと。はい、っていうかもう飛ばしたいんですよね。ジャンプ台でポーンと飛んでそれをこうキャッチするみたいな感じちょっとしてみたいなと。そこまではいかないでしょうけどね、そこまで早くはならないと思うんですけど、ちょっとやってみたいなといういろいろちょっと考えてるんですけど、特にハイスピード撮影でこうジャンプする瞬間って結構面白いと思うんですよね。あれをちょっと撮りたいなっていう感じですね。走らせる喜びよりむしろ撮影する喜びっていうかそっちの方が多分私の場合は多いのかなと思うんですが、皆さんはどうでしょうか。どうやって遊んでらっしゃいますか。特に親子でこうね走らせに行かれてる方ってどうなんですか。結構改造するんですか。いやー面白いでしょうね。したらね、私でも多分ねやりだすとすごいハマると思います。ものすごいパーツをね買っても多分それしちゃうと息子は引くでしょうね
そこは多分引いちゃうんで、どうなんでしょうね。あんまりあの改造はね、モーターだけにしたいなとか思うんですけど。あとですね、っていうかコースアウトしにくいあのフレームってあるんですかね。フレームというかあのミニ四駆っていうかあるんですかね。私ちょっとね、あのできるだけそのパーツ類は触りたくなくて、モーター交換だけしたいんですけど、その速いモーターを入れてもこうコースアウトしにくいプラレールって、あのプラレールじゃないわミニ四駆ってあのご存知でしょうか。はい、あのもしよかったらコメント欄の方に、よろしくお願いします。本当私ちょっとね全然ミニ四駆分かってないんで、はい、あのアドバイスよろしくお願いします。ちょっとコンデジの話になるんですけど、このハイスピード動画の撮ってるとちょっと思ったことがあるんですけど、結構あのコースの壁にミニ四駆ってガンガンぶち当たってるんですね。しかもいい勢いでカンカンカンって、あれはちょっと驚きましたね。もう意外にこうスムーズに走ってるようなこうイメージだったんですけど、こうコーナーの切り返しなんかカツンカツンカツンってこうね、結構当たってるんだなと思って、目で見るより、まあやっぱこうやって動画で撮ると、あーなるほどって、私がイメージしていたのとだいぶ違う動きしてるんだなと思いました。はい、ちょっとまたいろいろとこれで遊んでみたいと思います。はい、やっぱこれ撮りたいですよね。ジャンプピューンってしてる動画を、そしてそれをこうスローでね、あのハイスピード動画でそうゆっくりこうどのようにこう飛んで、どのように着地するんだろうみたいなのがね、ちょっと今それが楽しみですね。はい、はい、もしよろしければチャンネル登録おすすめない方は画面こう右、こちらですね、右上にある登録ボタンよりチャンネル登録よろしくお願いします。スマートフォン、タブレットの方は動画下にある登録ボタンよりチャンネル登録よろしくお願いします。またちょくちょくちょっとミニ四駆の方の動画も、これから上げていきたいと思います。はい、ありがとうございました。